今日のエクササイズは題して、お家で簡単憧れの Y 字バランスへの道。 Y 字。今日のストレッチのポイントを説明していきます。1つ目、横もも上げです。横に、もも上げするような、動きをしていきます。2つ目、しっかりと支持足と上げる足を、均等に力を発揮させます。3つ目、しっかりと横に開いてください。横もも上げなので、この外にかける力をしっかりかけるようにしてください。それではやっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。まずは、横もも上げを、左右5回ずつやってもらいます。で、上げた状態から、その形のまんまですね、さらに体の方に引き上げて、これでキープして10秒というような流れになってきます。で、ポイントとしてはしっかりと横に、真横にですね、持ち上げる、後ろに膝を開くような力もかけながらグッと上げていくようなもも上げをしてください。で、少しですね、この脇腹を縮める動きを出してもいいので、足がしっかり上がるように、なんとかして足を上げてください。で、そこから補助を加えて、このようなストレッチをやっていきます。それでは一緒にやっていきましょう。まずはもも上げです。左右5回ずつやっていきたいと思います。それでは、やっていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ではですね、この状態、一番上がったところからグーッと引き寄せる形を10秒取ってもらいます。はい、ではこの形で10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では反対いきたいと思います。で、反対はですね、できない方はこれでやってください。で、できる方はですね、もう Y 字バランス作ってしまいましょう。この状態で10秒で、しっかりと支持足と伸ばす足キープしてやってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、以上で、今日のストレッチ終わりです。お疲れ様でした。このストレッチは、Y 字バランスですね、しっかりできるようにするためのストレッチになってきます。無理せずにできるところから始めていってください。で、できる方は隙間が空いた時間やテレビを見ながら、Y 字バランスの形で過ごしてみてください。それでは、このエクササイズを効果的にもっとやりたい方は、概要欄の SNS ホームページのリンクからお問い合わせください。引き続きチャンネル登録、いいねボタンもお待ちしております。それではまた。